この動画は、M1 MacBook Air でプレイする Mac 版 FF14 のプレイ動画です。前回は、Mac の画面収録機能を使って音楽が録音できなかったのですが、今回なんとか音も録音できるように環境を整えました。動作環境に関しては、説明欄に詳細を載せていますので、そちらをご覧ください。今回は、冒険者小隊と一緒に攻略任務に行ってみました。奪還支援、ブレイフロクスの野営地は、レベル32で行くダンジョンとなっています。パーティー構成は、タンクが呪術師、DPS が、双剣士と、破術師、ヒーラーが、私、駆け出しの先制術師となっています。プレイヤースキルが低いのは、ご愛嬌でお願いします。操作が、苦手でも、M1 MacBook Air で、Mac 版 FF14 がちゃんと動いている様子をお伝えできれば幸いです。この後はトークなしですので、適当に飛ばしにしてください。
ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録していただけますととっても嬉しいです。